レディーズ・アンド・ジェントルメン、僕たちがクリムゾン・クラッド・クランです。ようこそ。ようこそ。はい、今日何の日ですか？ビッグキャットワンマンの日です。はい、ありがとうございます。2日目サーカーにグランドトリップ2日目の大阪公演当日でございます。そこにメモるの？というわけで本日の企画、はい、ワンマンライブ中にメンバーにバレずにパンを食べられるか。意味わかんない。バカだれ、バカだれ。もうその通りです、僕らですね、今からもう本当にあと15分ぐらいが本番があるんですけど、この大阪公演の本番中にアンコールの後にジョイナスっていう僕たちの自己紹介ソングなんですけど、その楽曲をみんなでパフォーマンスした間に僕たち3人で、パンを食べます。これはもちろんお客さんも知りませんし、他の3人も知りません。僕たちポケットにパンを忍ばせて、で楽曲中にパフォーマンスしながらバレずにパンを食べる。この2人まだ分かるの？俺がパン食べ始めたら、ああいよいよライブ中にパン食べ始めちゃったって普通に思われて。真面目なやつやな。ただ不真面目なやつ。大丈夫、今日はそこらもやるから。あとこの2人やったら分かるの意味分かる。分かんないけど、お前ワンマンやん。400人ぐらいのお客さんがいるんですけど、まあね、最悪お客さんは多分気づくかな、気づく。他の3人にバレないようにパンを食べて、ね、まあ、その楽曲のあと MC があって、あそこでちょっとネタバラシみたいな感じで来たり。じゃあワンマンライブにカメラが回るって。そうですね、まあ、とんでもないグループです。バカです。エンターテイナーですよ、ね、抵抗するかどうか楽しんでいきましょう。It's showtime。次誰？行きますよ。パン食べます。パンコーナー。背中見たらさ、
ケツポケットからさ、クロワッサン食べてくる。いいの YouTube なんか撮ってない。何してんの、何してんの、どこだ。いやいや、遠い昔にね、YouTube 撮影中にパン食ってたらバレるのかっていう企画がありましたけれども、企画中はさ、まあなんかうまいことやるとしてさ、ライブはバレるやろ。ダメだったか。絶対にバレるやろ、ライブは。というわけで本日の企画、ワンマンライブ中にパン食っててもバレないんじゃないかと。イエーイ、ギリギリセーフだよ。かった、違う違うよ、違うよ、ちょバカ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 、つまで食べてんのよ。せめてさ、せめてこっそりやりなよ。いや、こっそりやったよ。だからお客様がパンコール、パンコール言ってたから、そうだ、パンコールずっとパン食べてんの。うわぁ、やんのにな、もう。いやいやいや、じゃあ、やるよ、言う。じゃあ、こっそりやるっていうのは、はずきくんが歌ってる時にちょっとずつ食べるとかじゃん。なんで自分のさ、自分のパンを歌ってる時に食べ始めちゃう。こっそりって言わないから、そういうの。ね、あれ、ね。これが可愛いって言うんだったら佐野大阪平和なんでしょうか。いや、じゃあほんまにびっくりした、こんな水分なくなると思ってないんですよ。だからなんかそういうもんやね。ギリギリに食ってバババババンごく飲んで、うん、何だっけ俺。My name is Yellow Key、 ミシの口悪いって入ろうと思ってたら全然飲み込まれんくて、もう無理や思って。いや、違うなんか、なんでそんないつもより目開いてるやん、リーダー。楽しいね、みたいな、違うって。だからさ、きっかけにしろよ。だからさ、アンコール言うの早いわ。あると思ってなかったけど、あると思ってなかったけど、なんか一応用意してたやんか、アンコール。ほんで、その出たらさ、メンバーみんながさ、俺とミナとケンジだけちょっと引きでおるやんか、うん、じゃあもう出るから早く出るからってみんなめっちゃ怒ってんねん。めっちゃ卵怒ってるわけです。遅いからさ、お前らどっか行くから俺パン入れられへんから。あと10秒とかあと30秒で音かかりますって言ってんのに、なんかもう後ろの方でごちゃごちゃやってて、ちょっともう早くして、マジで、お何してんの、何してんの、早くして、マジで早く早くマイク持って、早くって言ってたらパン食ってた。そう、こっちから、こっちが仕掛け人で、こっちからこっちが、何で覚えた、何で覚えた、じゃあほんまにな、俺から食ってないよな。で、俺マジで3つ入ってたからな。すげえ収納量、すごっ、口でかすぎてこんな入んねやと思った。もうちょっといけそうやった。いや、ちょっとキャンパー残したら。うわ、やられたわ完全に。はい、本日ですね、はい、YouTube のカメラが入っております。おお、これか、これ、あっちも、そう、両足、あと裏もね、裏もあります。あ、あれ YouTube だったの。え、そうだ。うーわ、何でお前なんかさ、じゃあアンコール行ってきます、じゃあ来年 YouTube 何なんかちょっとなんか、まあ、なんか何ドキュメンタリーみたいな感じでさ、なんか大阪からしていきますみたいな。 YouTube ファンです、そのカットです、ファンの YouTube、 ファンの YouTube、 ファンチューブ、ファンチューブ、ファンチューブ。じゃあこれ怖い大人の顔いっぱい浮かんできたよ。怒られるんじゃねえかって。俺もね、歌いながら、あ、やられると思って、カメラで撮りです。お正月になるんで。なるほどね、じゃあまあどこまで行ってもエンターテインメントということですね。はい、はい、というわけで、改めてアンコールありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。というわけで、大阪ワンマンライブ、グランプリップ大阪公演、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今回最高の盛り上がりだったということで。違う今日、次はすみません、ライブのありがとう動画じゃないねん、これ一応エンディングなの。エンディングでございます。パンをバラエティ食べれるかって言うと、まあ、ギリ成功っていうことかね。無理あるって。マジで鬱陶しかったよ、あの後のライブね。 MC 俺一番下ってこっち側にいるじゃないですか。でこっち喋ってたらさ、みやとくんの奥にね、スピーカーのところにクロワッサン3つ並んでる。黙ったクロワッサンがずっとうざかった。あれマジで、みやとどのタイミングやからさ、どこ行った、ヘーイから。ああ、いいタイミングだ、俺も行ってんすもんね。マジであんねんから。そうか、俺まだ食ってなかった。なんかさ、一番最後のさ、大サビ前もさ、1個食ってたでしょ。食ったもんか、何分か
なんかさ、あのライティングがね、パーンって当たったとこに、なんかここのラインを見せるから、なんかゴッドディーバの振り付けみたいに来るから、あやってるやん、こいつと思って。カメラ回ってるからさ、1個ギリギリ曲内に食べ終わりましたは無理やからさ、いっぱい行くな、思ったらさ、マジで全然飲み込めない。水分がゼロで。自分のソロパートの時こうやって見たら、ふうたくんのここに黒バスが入ってた。ダメージジーンズ入れたから。そうそう。黒バスがちょっと見えてるから。黒バスが見えてるから。はい、というわけで、あの、ワンマンライブを使って、はい。まあ、これもね、GCG のエンタメとしては、そうですね。まあ、俺ららしい。俺らしかできないから、そうだよな。まあ、本気のワンマンライブの中で、こういう遊び心を入れて、企画取っちゃうみたいなのね。はい。まあ、いい機会だったんじゃないでしょうかね。まあ一応検証結果としては、これ大失敗。いや、食べてるみたいな。そらそう。すぐバレたもんね。なんか食ってるみたいな。そう、なんか食ってるってなって、こうやっていきなり入れられて、口の中に、なんだあれってなって、そのあと、ちょん追加してくるから。ちゃんと追加してくる。だから食い切れなかったやつを葉月くんに押し込んだんだろうね、多分。歌う前にパンは食べやろうがいいってことやな。パッピーンって歌もん。まあこれもまたね、グランプリの一つの思い出ということで、はい、なんかね、せっかくこうライブをやってる中で YouTube だけを見てくれてる方もライブがどんな感じなのかちょっとでもね、多分垣間見えたので、間違いない、なんかこういうなんか YouTube と僕たちのライブでの活動をどんどんリンクさせていって、俺らにしかできないエンタメを今後届けていきたいなと思いますので、ぜひこの動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。お願いします。さあね、あのこの動画が上がってる頃には終わってるんとは思うんですけれども、はい、まあ、ラスト東京公演があるということで、はい、しっかりツアーポイントかまして、引き続きクリムゾンクラッドグラン演じかけていきましょう。ご来場いただいた皆様、グランドリップ本当にありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。